い、皆さんこんにちは、スカイトムです。今日ですね、僕のねハイエースを釣り専用車にしたんで紹介したいと思います。じゃんじゃじゃん、やばくない？すげーな、ようここまで。これね、全部ね手作りして、全部トータルでね多分100万は超えた。もうアプリ上もね、道具も込みなんだけど、いやー、趣味で100万超えて大勢だと思う、本当に。去年うちのメンバー1人がハマって、そっからハマっちゃいました。ここね、僕沖縄でずっといるんだけど、今まで海に興味がなかった。だから大体夏は白いもうね、ずっとインドア。もともとねスケボーやってたんだけど、スケボーも日陰でやるんで、ほんと太陽の当たらない。昔から割と白くて、で海にも行かないし泳ぎも行かないし、興味なかったんだよね、釣りというものに。なのにハマってしまった。もう来てるもんね。で、僕の愛車ハイエースね、釣り専用になると思わなかったわ。すごない？もう全部後ろ釣り道具です。ちょっと紹介していきたいなと思ってます。で、今回ね、まあ釣り道具いっぱいあるんだけど、僕らメンバー何名かいるじゃないですか。で、メンバーの分も買ったりね、やって置いてます。いやー、基本的に僕は間違ったらごめんなさい、僕も素人なんで、打ち込みが好きで、夢があるじゃないですか。大きい魚が釣れるし、で、まあ、僕はこの夢をちょっとね、いつか大きいの釣りたいなってことで、もう打ち込みをずっと、まあ、ずっとっていうかね、この1年ぐらいかやっています。で、去年夏終わりぐらいにハマったのかな。打ち込みとかこう大きい魚釣るのってなんか夏がメインみたいなんですよ。で、ちょうど冬入っちゃったんで、なかなかこの打ち込みっていうか夜の釣り行けなかったんだけど、そうそう、打ち込みっていうのは夜の釣りがもうメインで、でもう投げて魚がかかるまで待つみたいな打ち方、この釣り方なんだけど、まあ冬は寒いから行けない。でもね、ちょっとやばい魚釣ったんだよ。夜のね打ち込みのメインはね、ほとんどタマンっていう魚なんだけど、僕もね大きいタマン釣り上げた。写真ちょっと見れるかな。やばない？大きさね、確かに65センチぐらいで、重さも4キロぐらいあったんだよ。大きい魚って僕分かんないんで、どのぐらいの大きさか分かんないんだけど、まあまあいい感じのサイズみたいで、重さもあってずっしりして食べたんだけどね、美味しかった。はい。で、このタマンを追い求めて、いつも夜釣りしてるんだけど、打ち込み、まあまあまあ、それがもうほとんどメインになってます。ちょっとね、順番バラバラで申し訳ないけど、まあ、これも打ち込み。タマンガーラモンスターだ。で、これがタマンモンスターってやつ、釣り竿が。で、リーダーは同じの使ってる。で、これがガーラモンスターか。この竿ね、リーダーソルティガエクスペディション。もうこのリールがね9万超えたはず。いきなり高い。もうここだけでね、もう15万ぐらいで、ガーラモンスターがすごく品薄なんですよ。で、僕もずーっと探してやっと手に入れてつけてます。で、これね、今年頭に紹介したけど、福袋、シーランドの福袋かな、買いました。これがガーラモンスターね。で、現行のソルティガ。リールだけで、ね、多分ね、10万超えるんだよね。10万、11万ぐらいするんじゃないかな。で、これが、もう、なんか、遊びではないけど、お土産釣りみたいな感じで、ちょっと小魚釣って、それを餌に、大きい魚を釣るみたいな。で、これが、深瀬用。で、深瀬用の竿も、まだまだあるんだけど、ちょっと車には1個しか乗せてないです。ここにも、注意投げ用の竿あります。でね、これ。一回を。三個あるんだけど、もう一個がめっちゃ高かった。僕ね、とりあえずね、この高いっていうか、一番上の竿とか道具を使いたいんですよ。で、あとはもう腕だけにしたいんで、もうね、いいもの揃えてしまってます。はい。で、結果ね、僕ね、イカね、一回も釣ってない。今年の冬ね、一回も釣ってない。だけどね、見て。エギ、こんなにたくさん。これもクリンチのフラッシュブーストか。これもね、めちゃくちゃ買った。何個かあるけど、これ結構貴重で、使うのもったいなくて全然使えてない。はい、こんなに買ったんだけどな。このね、エギもね、ここにあの半分ぐらい部屋の中にしまってます。で、まあ、クーラーボックスね。はい。で、これが、この、深瀬用の、なんか、そういう風な、もの、道具箱か。後ろが、こういう糸巻きとか、そういうやつ。下が、打ち込み用のケースになってます。ピタモンって感じ。
すげえ。これね、この車ハイエースワイドなんだけど、普通のハイエースよりもちょっと20センチぐらいワイドになっている車になってて、ハイエースのこの車内の釣り竿を置くキットみたいなの売ってるんだけど、ワイドが売ってなかった。なんかワイドにも使えるよってのもあってたんだけど、なんとなくイメージ図もないし、もうこうなったら自分で作ろうかなって考えて作りました。これホームセンターとかである鉄が入ってるパイプなんだけど、でジョイントがあったり、いい感じにね、こうやってね、斜め、こう見える？斜めの金具があったりしてて、ちゃんとね設計すればハイエースの形に合わせてできる感じでね。でここもそのパイプで作って、テーブル台も作りました。でここでね、針とかあの糸とか交換できるようにってやったんだけど、まあもうこんな感じになっちゃって散らかっちゃったよね。でケース、ちゃんとね動かないように、走ってる時動くんで、やっぱり出ないようにゴムで止めるようにします。でここはライトとかだね。でここ蚊とかいるんで虫除け的なもので、こっち袋、まあ、ゴミちゃんと持ち帰らないとやっぱりダメなので、綺麗にね、みんなも釣り終わったら来た時よりも綺麗にして帰りましょう。やっぱりね、釣りね、一番はね、ゴミ問題だよね。僕もやって思ったんだけど、やっぱりゴミが多いね。なのでやっぱ僕らも必ずね、ゴミは持ち帰るようにしてます。絶対持ち帰っています。はい、なのでこう袋とかはめちゃくちゃ多いです。でこれホームセンターとかで売ってるような工具箱2つつけています。ちょっとねこれにはまるようにして固定してます。またはもうこういう道具だよね。道具というか小物類ね、よく使うような小物類とかを入れてます。気を要するものでもこうやって置いとけばすぐパッパッパって終わるんで結構いいよね。であとはね、ちょっとこっちごちゃごちゃしてるんだけど、ライトの充電器、ハイエースね後ろにコンセントついてるんですよ。こっから取って充電できるようにしてます。やばいな、こうやって見たらやばいな。ね、こんなにハマると思わなくてお金結構かけてしまった。もう釣り竿だけで、多分打ち込み竿だけで20万は余裕で超えてるんだよ。20万全然超えてるね。今ここにないんだけど、船釣り用の釣りもあって、それも電動リール買ったし、こんなにハマると思うかった。もう全部やってる。でそんなに魚釣ってないからね。でこれだ、マンセンサー。これね、何なのかっていうと、夜打ち込みしてるって言ったじゃないですか。これ大体2500円ぐらいで売られてるんだけど、魚がヒットすると釣り竿って下がるんだよね。そうなるとこうやって教えてくる。ここに水銀センサー入ってるんで、それが傾きでなるようになってます。これ自分で作ったからもうめちゃくちゃいっぱい持ってる。でこれ自分で秋葉原行って一から作りました。もうこれ完全にオリジナル。すごない？音小さいでしょ、この状態だったら。反響させるためにここにこうやって穴開けてから、わかるかな。だから普通の音だったらこれだけど、これ蓋はめたら反響して音が大きくなるようにしてます。これ作り方知りたい人いたらぜひコメントください。多かったら教えます。こうやって作るまで好きになると思わなかったわ。もうだってハイエースこうだもんね。釣りってね、ちょマジで危ない。さっきゴミ問題も言ったんだけど、マジで危なくて、他の釣り系 YouTuber もみんな言ってんだけど、必ずねベスト着てからね、釣りするようにしてください。結構海での事故の死亡率すごくて、ベスト着てない人がもう ほとんど。どんなに泳ぎが自信がある人でもね、これは絶対つけた方がいいと思います。ちなみに僕泳げないんで絶対つけてます。陸でもつけてるから、僕の夢はもう一回ね、もう一回大きい玉釣りたい。だけど打ち込みの最終的な目標ってガーラだと思うんだよ。ガーラ、浪人アジっていう大きな魚なんだけど、これみんな追い求めてる。釣り10年やってる人でも釣れない人は釣れない。これを自分も釣り上げたい。この釣り竿のね、名前にもなってる。やっぱりタマンモンスターが8号竿とか10号竿があるんだけど、ガーラモンスターは12号竿って、まあ、筋が上がれば上がるほど竿が強いんだけど、さっき自分が釣り上げたもう65センチのタマンは4キロって言ったんだけど、ガーラはその5倍ぐらいあるみたい。もう平均20キロいったり、重さがね20キロだよ。重だよ。てかタマン動画ないんだけど、もうめっちゃ良かったから、もうマジで折れるぐらいの竿曲がったし、こっから5倍ってどんなんよ。いや本当に、やばかったらもう竿投げるぐらいの勢いで釣っ
った方がいいの分かんないんだよね。いやーでもお目にかかりたいね、マジで。はい、ということで、今回ねハイエースちょっと紹介したんですけど、ちょっと今日もねこれからね夜釣り行ってきましょう、夜なんで。で今から多分ね1時間後か30分後ぐらいかも、30分後1時間ぐらいがちょっと満潮になるんだよ。でそれめがけてちょっと行って、魚釣りしていきたいと思います。次の動画もぜひご視聴お願いします。これからね、まあ、ちょいちょいね、ほんとちょいちょい、ちょっと趣味の範囲で上げていきたいなと思ってるので、ぜひね、釣り詳しい人、いろいろ教えていただければなって思ってます。もう沖縄はね、ハイサイ探偵団がめちゃくちゃ有名ではあるんですけど、他にもちょいいてて、僕もね、彼らの動画マジで見てます。で、ちょいちょい技を盗んだり、で、あ、こうやるんだって学んだりしてて、で、僕なりに、魚を追い求めていきたいなって思ってます。はい、ということで、また動画配信します。この動画がね、面白かったらですね、ぜひね、高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。また下のね、アラームボタンチェックと、インスタ、TikTok、Twitter もやってるので、ぜひね、そちらの方のフォローもお願いします。また配信します。帰ってましょう。バイバイ。次は釣り動画だよ。マジで釣れたらどうする？やべ。